こんにちは。そう、今日さ、有公園だからショールームしないといけないのに存在忘れててさ、なんかえ、なんかさっき言うとね、この準備してた時に気がついてよかったって思う。なんかね、今、そういえばみたいな感じで思いました。巻いちゃうから。そう、気がついてよかった。そう、思い出せなかった。私事務所でやらないといけなかったから。めんどいじゃん、なんかメイクしながらとか。まあ誰かと一緒にやればいい。前髪を巻いて、はあ、やっぱアイロンしたらめっちゃサラサラなんだけど。あ、ちゃんとサインいただいます。もう次はちゃんと美容室行ったら、もうあの美容師さんにちゃんとこうしたいですって言って、ちゃんとこうしたいんでこうしてくださいって言って、サーモン頼む、頼む。バッテンはじめさん、葵ちゃんさんにいただきます。そう、このアイロンはねめっちゃいいんです。なんか口通すだけ、これアイロンなんですけど、ね、通すだけで髪の毛がまっすぐになるよっていうアイロン。なんか急いでる時はこれがいい。でもね、あんまねいいやつじゃないから髪は傷んでるんだけど、でも傷んでるかもしれないんだよね、触った感じは。全然でも多分傷んでるから。本当はやっぱ これはお高いくないです。全然やすめちゃんのアイロンです。私だからあの声が、なんかはあ、今さっきさ、なんか 3DS をなんかのゲームをしてみてて、なんかね、ストーン、そう、なんかそれをしてて、なんか私アイカツ持ってたのね、 3DS のアイカツ。私はあのあれです、私がね普通にこの買ってもらうじゃないですか、そういうのって。お母さんお父さんかおじいちゃんとおばあちゃん、そう
で、その私が 3DS を初めて買ってもらった時にやっぱさ、カセットないと何もできないじゃん。だからカセットをとりあえず買ってもらったんですよ、その時に。で、その時買ってもらったのがなんかアイカツっていう、まあなんか女の子のアイドルのなんかアイドル学校みたいな。そう、なんかその時は、まあ、もう6歳とかで、なんか正直全然ねあれだったの、なんか、まあ、ルールっていうか、 なんか遊び方があんま分かってなくて、アイカツってだけで買ったから声で分かるの、そう、アイカツってだけで買っちゃったからなんかあんまルール分かんなかったんだけど、今日ふっとなんかやってみたくなっちゃって、そういうゲームが。そうだからね、やったらなんか意外と面白くてちょっとハマっちゃった。なんかルールが分かったからさ、そう、ルールが分かったからめっちゃ楽しくて、それがそうそう、ルールが分かったからね、なんか面白い感じて。でもちょっとこれもらえない。そう、なんかやっぱみんな通る道なんですよ、アイカツとかって。多分世の中の女の子全員は通るあれだと思うんで、ミトルス、そう、通るあれなんで。プリパラとか好きだったんだけどね、結構。プリパラっていうやつもまたあのアイドル系のやつなんだけど、こうめっちゃ好きだった。で、今からまあちょっと今ちょっとさ、まあ、やってみるわけじゃん、そのゲーム。そう、なんか意味が理解できたらさ、ちょっとハマっちゃったもん。なんかね、レッスンとか受けて、まあなんかいろいろして、なんかそのオーディション受けて、なんかみたいな。あんま今もルール分かってないけど、その時よりかはまあ若いわけじゃん、ルールが。そう、楽しい。こういうのって意外と久しぶりにしたら楽しいよね。なんか久しぶりにゲームやってみようみたいな気になって。ね、なんか久しぶりにやるっつってなんか楽しく感じる。そう、なんかいろいろレッスンを受けて、なんかこれはね、レッスンを受けてなんかオーディションを受けるんだけど、そのオーディションに必要な材料、例えばこのオーディションを受けるにはこのスカートが必要ですとかいろいろあるから、そういうレッスン重ねてなんかいろいろ素材ゲットして、でそのオーディションに必要なスカートとかのなんか服を作って、でオーディションを受けてみたいな。でどんどんそれで成長していくやつ。マジ久しぶり、私ずっと友達コレクションとかしてたのね。あのその友達コレクションとかは開いてたの。そう、なんかでもその時ってなんか友達コレクションってみんな分かるかな、なんかそう友達コレクションしかやらなかったんだけど、なんか久しぶりにやったら面白くて普通に。そう、なんかその時は全然意味とか何も知らずにやっちゃってたから、正直ちょっとつまんないなみたいな感じだったんですよ。けどやりだしたらね、ほんと面白くて、こういうのって。でもね、メタル素材がねもらえない、なかなか。メタル素材どうだっけな。そう、なんか材料ゲットしてレッスン受けて材料ゲットして、なんか服作って、その服でなんかちょっとやるっていうゲームなんだけどね。マジ面白いのよこれが、意外にも。
なんだっけ、そう友達コレクションとかしかしてなかった。でもプリパラ私結構ね意外とねカセットあった中でも動物の森とかもなんかよく分かんないけど買っちゃったやつとか多くて買っちゃって結局ねあんま楽しさが分かんなくて捨てちゃったんだけど、だから言うならそういうのも分かるのかなとか思っちゃうんだよね。そう今ならさ大人になってさなんか大人になって、まあ、少しその頃が大人になってるからさなんか分かるわけじゃん、なんかちょっとだけ。ひじ系がね、私全然でも楽しいんだよね、意外と。スプラトゥーンとかはね結構好きなの、スイッチだったら。スプラトゥーンはね好きかも。結構スプラトゥーンはね結構うまいと思うんだよね自分。スプラトゥーン割かしそう、でも、まあ、ゲームでもあんましないじゃん、この年になると。しないんですよね、あんまり。だからね。そう、スプラはね、楽しいんだよね。ああいうゲーム好きなんだよ、結構。わかんないけど、スプラが好きだったのか、スプラが好きだったのかそういう系が好きなのかはよくわかんないんだけど、でもなんかこう久しぶりにやるやつってさそれまでの記憶がないからわかんないじゃん、ちょっと。だからさちょっと一回データ消してさ全部最初からやり直したくなってくる。そうなんかねやり直したくなるんだよね結構。久しぶりにするやつとかさなんかやり直したくなるじゃん、一からしたいみたいな感じ。分かんないけどなんかそういう感じだからさ一からなんかしたくなるんじゃん。一からするってねちょっとめんどくさいね、それまで何が。そうでもすぐ消したがる人だからさ私データとか。データ消したらさちょっとさそう何回も消したのね、もうずっと多分何ヶ月もかしてない時一回会っただけで、おっコトローがないなんか会っただけで、あコトローなんか会っただけでね、そう結構結構そうデータを消して一番最初から入れ直したくなっちゃったりするパターンなんですよ私は。結構そういう人なんで、だからもう最初のそのあれとかは覚えてるんですよ結構。まあ普通にね、なんか最初のさじゃあ今日私が見た夢の話するんですけど、なんか小太郎がなんか私とお母さん、まあ、家族でお出かけしてたんですね。でもお出かけしてたから小太郎はまあとりあえず小太郎はとりあえずなんか
その家でお留守番ってなってて、そう家でお留守番してたのね。そしたらその間に私たちお出かけしてる間にこなんか私の家になんかぶつかってね、えってなるじゃん。小太郎置いてきちゃったっていうか、家でお留守番しちゃってるし、えやばいやばい、小太郎大丈夫かなみたいな感じで帰るんですよ。とりあえずなんかそしたら小太郎普通にいたんですね、無傷で。だけどなんかこれ抱いたら、抱っこしたらめっちゃちっちゃくて、小太郎が小太郎がちっちゃくなっちゃってて、そうびっくりしたの。それでなんか、え小太郎大丈夫って思って、まあ、いつもあんたが探したらもう本当に最初の小太郎ぐらいちっさくて、そうえみたいな。無事だったんだよね。でもその時そうちっちゃくなって、その小太郎が、まあ夢の中だからそういうこともあるよね。でなんかちっちゃくなって、しかもその時私2匹飼ってたんですよ、猫。そうでも小太郎ちっちゃくなってて、ちっちゃくなっちゃって小太郎が、もう2匹目の名前を覚えてないんだけど、なんかそう2匹目を飼って夢見て、でそのでそしたらなんかベランダに3匹目の猫がいて、なんかずっとミヤミヤ泣いてて、みたいな。そういう夢、今日はよし、終わります。367日目その猫を3匹ぐらい飼っちゃってたね、その時。知らないけど、なんか夢の中で13位ガイグルフォンさんありがとうございます。12位ただの魚さんありがとうございます。11位バイケンさんありがとうございます。10位センニャンさんありがとうございます。9位ブーちゃんさんありがとうございます。8位ミルクラキさんありがとうございます。7位、あくくんさんありがとうございます。6位、ピスさんありがとうございます。5位、タカさんありがとうございます。4位、サダンさんありがとうございます。3位、ゲントルさんありがとうございます。2位、ちゃんとくさんありがとうございます。1位、あおいちゃんさんありがとうございます。ありがとうございました。じゃあねー。